いよいよ始まります。スイス対日本、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。日本国国歌お聴きいただきます。スイス国歌お聴きいただきます。お互い補強を欲しいままにできたんでしょうか。補強は正しい選択だったのか、まずは初戦で試されます。さあ勝ち点3を積み上げることができるのか。いよいよその戦いの火蓋が切って落とされます。スイスのキックオフでスタート。スイス対日本、新たなシーズンということでチームも新しくなってますからね、はい、どんな風に仕上がってきてるかということも非常に楽しみですよね。そうですね。さあ繋がるか。これをオフサイドはない。どうする。ボールが上がる。ジェルソン・フェルナンデス、クロスへの反応バッチリあったんですが決めることができませんでした。まあ、サイドを、ね、うまく使った攻撃なんですけども、うん、ボールの出所、はい、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、ええ、この辺をしっかりとしていかなければいけませんよね。なるほど。この試合最初のシュートはスイス。シュート、しのぐ。長いボール縦へ、ベーラミ、ジュルー、パスでつないで攻め込んでいきます。スイス、アーチのようなパス。清武、スペースへ出す。裏へ抜けた。シュート、セーナー。メメディ、今日はまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。リヒトシュタイナー、サイドのスペースへ走らせる。長谷部、内田へ、サイドを縦に走らせます。シュート。清武、ピンポイントで合わせてきます。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、侮れませんね。入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。ここは競り勝ちます。走らせる。お、いい形ですよ。長いボールを振ります。岡崎、サイドのスペースを使います。
おっとこぼれてる。長谷部からのパス、ジェルソン・フェルナンデス、シャキリから右サイド、清武スルーパスを出す、サイドのスペースを使う、ボールつながります、中央へ、あっと危ない、ジェルソン・フェルナンデス、吉田、これはファールです、イエローカードです。前半32分を回りました。裏へ届くか、このボールがつながります。チャンス、シャキリ、裏へのスルーパス、シャキリスルーパスを出す、メメディ、チャンスだ、あわやというシーンでしたがここはしのぎます。シャキリ、清武、サイドを使う、岡崎、いい展開ですね。ジェルソン・フェルナンデス、ここで前半が終了しました。前半0対0。さあ北澤さん、前半ゴールネットを揺らすシーンは見られませんでしたね。派手なゴールシーンはなかったんですけども、うん、激しいチェックやボールの奪い合いなど、はい、注目すべきプレーがたくさんありましたし、ところどころで好ゲームを演出してましたよね。そうですね、今日の開幕戦はどちらもシーズンを占ういい試合にしたいところ。前半を終え0対0、後半へと折り返します。日本ボールでキックオフ。引き締まったゲームになってますけど、このまま終わるとは思いませんよね。長友、チャンス、サイドのスペースを使う、上げる、うわ、まだ岡崎来た、先制、日本ようやく均衡を破ります。日本岡崎、いやよく反応しましたね。これ落ち着いてましたね。結構とっさに吹かす選手が多いんですけどもね、しっかりと次のプレーの予測ができていることなんじゃないでしょうかね。素晴らしいゴールですよね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。日本1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、うん、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。そうですね、チャンスだ、抜きにかかるか、ここでのパスは危ない、長友、問題、スイスとしては先ほどから守備がマークの相手に対して一つ距離を置いて構えてますけども、うん、背後のスペースを意識してるんでしょうね。それはスルーパスの対策ということになるんでしょうか。そうですね、浮かせたスルーパスなんかにも効果的ですよね、うん、
ただ常に相手と一定の距離を保つマークをしているので、だんだんラインが後ろに下がってしまうんですよね、はい、そうすると中盤にスペースができやすくなってしまうので、ね、しっかりと味方の中盤がボールに寄せて起点を潰すケアが必要になってきますよね、うん、まあその相互理解がないと穴が開いてしまうということですね。そうなんですよね。さあ右へ預けてスペース出ましたね。ここでオーバーラップリヒトシュタイナー、おいい形ですよ。上げてくる、ルーズになる。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。そうですね。さあ繰り返したいスイス、うん、大事なことですよね。日本は今日この開幕戦1対0とリードを奪う展開で後半ここまで来ています。まあ欲を言えばもう1点欲しいとこですけどもね、まああまり無理しないことの方が大切な場面ですよね。このまま勝ち点3ポイントを取るのと仮に失点して同点で1ポイントを取るのでは意味合いが全然違いますからね。この2ポイントの差は大きいので丁寧にいってほしいですね。右サイドへ振って日本がここでファールを取られます。長友、今のは注意だけだったようですね。そうですね、まだ時間があるので慎重に行きたいところでしょうね。日本がここで選手を変えるようです。これ要注意ですね。一瞬のクリアですね。チャレンジはしません。後ろに流す。シャキリ。裏へのスルーパス。ここはカットします。キーパーから前線へ。緩いボール、裏のスペースを狙う。これは奪い返します。裏を狙っていきます。ここもしっかりディフェンスしました。柔らかいボール、チャンスだ、止めた、おっとルーズボール、シュート、危ない、ルーズボールになる。もう一つ前に行きたい。さあ抜きにかかるか。リカルド・ロドリゲス、ここでファールがありました。日本としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね。そしてここで最後の笛、1対0日本、開幕戦を見事に飾りました。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。日本としては組織的なプレーはね非常に良かった。そしてまたこの個人の能力の高さ、こういったのも初戦試合の中では見れましたよね。はい、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。日本初戦をものにしました。